こんにちは、りょうと申します。この動画では音楽初心者の方向けに理論と学典についての解説をします。音楽を始めたばかりの方や、これから音楽高校音楽大学受験に向けて勉強を始める方に基礎固めとしてご活用いただければ幸いです。本動画のシリーズでは、専属オンラインスクールオミュージック様のサイトをテキストとして使用させていただいております。今回テキストとして使用する学典解説以外にも、ソルフェージュや音楽史についてを学べる大変素晴らしいサイトとなっております。 しかも、コンテンツはすべて無料で使える紙サイトです。概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひこの動画と合わせてご活用ください。ちなみに私は当社とは一切関係ない部会社です。まわしもではありませんのでご安心ください。それでは内容に入りましょうえ。今回はこの動画シリーズ全13回のうちの13回目となっております。最終回でございます。えー、最終回、今回は、えー、学語について学習します。それでは行きましょう。はい。説明読みますね。 楽譜にはさまざまな言葉が書かれています。広い意味では書き込まれている言葉のすべてを楽譜と言います。その言葉の意味が分かっていなければ、記されている情報を知らずに演奏することになります。そのため、作品を演奏する上で、楽譜を覚えておくことは大変重要です。作曲家が楽譜を書く際楽に際して、音符や休譜のみで表現しきれないことが多くあります。作曲家が演奏家にイメージを伝えるため、 言葉比較的短い単語を用いますがその言葉のそのの言葉のことを学語語音楽用語といいう,うに言います、はい、え今回の「学語」についてなんですけれども、ま、勉強とは一応言っているんですがどちらかというとまあ紹介という感じになるかなと思います。こんな言葉ありますよねとで。こちらの説明では一応え覚えておくことが重要というふうにもう書いてはあるんですけども個人的には えー、一個人私個人の意見としてはまあ覚えなくてもいいんじゃないかなっていうところです。あの出てくるたびに調べればね分かることなので、まあ、暗記する必要まではないんじゃないかなっていうのが私の個人的な意見だったりします。まあ大体こんなものがあるんだなっていうのをざっくり押さえていただいて、えーまあ、分からないものが出てきた場合はその都度調べるっていうので演奏する上ではまあ十分かなというふうに思っていたりします。はいでは学語の分類です。学語は大きく次のように分類することができます。 1>, 1つ目速度テンポに関する指示あれ、えー、アレグロなど2番が強弱デュナーミクに関する指示クレッシェンドなど3番がアーティキュレーションに関する指示レガートなど4番が曲層エクスプレッションに関する指示アフェットオーソなどです。学校によっては速度と曲層を示すなど複数の項目を同時に表すものもあります。 学語は普通、イタリア語を用いますが、ロマン派の時代以降、例えばシューマンやブラムスは自国のドイツ語を用い、ラベルは自国のフランス語を用いるといった例も多く見られるようになりました。日本ではイタリア語が主流なので、ここではイタリア語を中心に解説します。はい。まあ、学語ってちょっと特別な言葉感を出してはいますが、要はただの外国語だっていうのが、まあ私の認識ではあったりします。イタリア語がまあ、もちろん多かったりするんですけれども、まあ。 イタリア語がわかる人に音楽がわからない、いやイタリア語がわかって音楽がわからない人か、そういった人にこれ見せた時に多分意味わかるはずなんですよね。なので、まあ単に音楽でよく使われる外国語、まあイタリア語をメインに学習していきましょうと、そういったところだと認識しておいていただければいいかなと思います。はい、学語に対する注意です。えー、言葉にはその国の独自の えー、観念や文化を表現すする場合があります例えば「しみじみと」や「わびさびを持って」などは日本文化の特有の言葉の一つでありその深い意味合いを他国の言葉に訳すことは簡単ではありませんまたそれとは逆のケースもあるということを念頭に置く必要があり言葉の持つ意味やニュアンスを考えるにはその国の文化や習慣も併せて考えることが必要ですまあ、外国語に えー、訳しにくい言葉ってありますよね、まああのー、日本語を外国語に訳すのが難しいものがあるのと同じで外国語から日本語に訳すのが難しいというものも、まあ、当然あると、えー、その点はまあ念頭において、えー、学習する必要がありますねとそういった話でございますでは次に行きましょう速度テンポに関する指示です、えー、速度記号というものがまずありますまあ見たことない人はあまりいないと思いますが、えー、書きのように数字によって絶対的な速さを示す方法がありますこんな感じですね はい、左は1分間に支部音符が96個入る速さでお意味していますこっちですねで右は1分間に不転支部音符が60個入る速さでお意味しています普通はこのように1拍の長さの音符を用いて速さを示しますと、はい、まあ、この辺は改めてそんなに言うこともないですがまあこういうふうに示しますよねとで下にそれ以外の表し方が出てきます豆知識先に読んでおきましょうかテンポを示す音符の前に「MM」と記されている場合がありますがこれは えー、メルツェル、えー、メトロノームの略でヨハン・ネポンムク・メルツェルさん、まあ、こんな人がいるそうですのメトロノームを意味していますちなみに、えー、60の速度は秒進む速度と一緒ですのでテンポを導き出すために基準として基準とするのが便利です例えば120は1秒間に2回叩く90は2秒間に3回叩くなどが考えられます、はい、では、えー、速度の、えー 速度標語とまます、まあ、速度に関する学を見ていきましょうか、えー、上記のメトロノーム記号とは違い速度を言葉で表すのが速度標語です以下に例を挙げますおおむね遅い順に記しましたが、えー、遅い方の3つの順序は曖昧ですはいえー、ラルゴこれが、えー、幅広く緩やかに、えー、言葉の持つ意味はこ,こちらに書いてある通りです はい、で下にいて徐々に速くなっていってアダージョ緩やかにレント遅くアンダンテ歩くような速さでモデラート中くらいの速さでアレグロ速くビバーチェ活発にプレスト極めて速く急速にこんな感じで続いていきますとここに注意書き書いてありますが速度表がメトロノーム記号のように正確なテンポを,しテンポを示してはいませんよとまあ,あのここに書いてあるような 言葉で表されるの速度なのでえ、じゃあ何ですかっていうのを明確に表してはいませんよっていうところですね。まあ、あのただ、近頃のメトロノームとか見たりするとあの、例えばプレストとか書いてあると、大体どこからどこまでがプレストみたいなあの速度が決まっていったりはしますけどね、まあ。大体の目安ぐらいのものは、まあ、ないとどうしようもないのであったりはします。はい、えー、次です。語語と施設美語ですえ上記の基本的な速度標語に付け加えられる言葉を深語、えー 語尾を変化されるものが設備語です、えー、意味を強めるものと読めるものがありますが強めるものはモデラートから遠い方向に読める場合はモデラートに近づく方向に速度が変化すると、えー、考えてください、えー、具体例を見てみましょうか意味を強める深語と設備語「えー、モルト」「浅い」「ディモルト」これが極めてですねで意味を強めるなのでモデラートから遠い方向に行きますよと モデラートはさっき出てきたこいつですね。中くらいの速さから遠い方向に行きますよと。まあ、極めて速くとか、極めて遅くっていうんだから、それはそうですよね。で、えー、下に行って、えー、ポッシビレできるだけ。英語で言うとポッシブルですよね。えー、ビバーチェポッシビレみたいな感じで使えます。えー、これ、一番最後が設備語で、なんたらっしも。単語の一番後ろに付け加えるような形のものになります。極めてとかもっともですね、えー。プレスティッシュもこんな形で使えます。 はい。意味を弱める側がこちらに書いてあります。えポコとか、ウンポコ少しですね。で、えー、次が、マノントロッポとマンン、マノントマノンたントです。これが、はなはだ、はなはしくなくですね。あの、極端じゃないっていう意味の方ですね。で、えー、最後の、イノとか、エトが、ややといった意味になります。えー、ラルゴに、エトを付け加えると、ラルゲート、えチが加えられる、になりますので、注意しましょうと。 はい、そんなところです。では次に行きましょうかね。さまざまなテンポの指示です。えー、メネットなどの部曲,曲のように演奏される速さが習慣的に決まっている楽曲があります。下、え、記、ー、のようにテンポ D 何々と、えー、印し、何々の速さでお意味します。テンポ D○○ で、例えばテンポ D メネットといったらメネットの速さでになります。こんな感じで、まあ何々のようにっていう言い方が、えー、ありますよと。で、一応例としては3つ紹介してあるのかな。えっ、ー、と。 テンポディ・バウゼでワルツのような速さでテンポディ・マールチャで、えー、更新曲のような速さ,速さでみたいな感じになりますこれらの表記方,表記方法は学奏を同時に伝えることがありますはいでは次に行きましょう、えー、と残り12345ページありますが一番最後の2ページはほぼ紹介だけなのでダーッと飛ばしますんで、まあ、実質あとちょっとだと思ってください 速度の変化に関する用語です。曲の途中でテンポを変更する場合に用いる用語をまとめます。その中で、ピューとメーノという言葉があります。ピューはより多く、メーノはより少なくというニュアンスのため、その後につけられる言葉によって意味が変わります。例見てみましょうか。メーノモッソとか、リーテヌートで今までより遅く、今までより早くが、ピューモッソ、ピューアニマート、ピュートスト、次第に遅く、リタルダント、 これ見たことある方多いんじゃないですかね。このリットって書いてありますよね。曲の終わりあたりとかでよく使われてるのも私はよく見てます。えー、ラレンタンド、ラルですね。えー、次第に速くする、えー、これ読み方難しいですね。えっ、ー、と、アッチェレ、アチェレランドですね。アッチェレランド。はい。えー、次が、えー、ストリンジェンドですね。はい。先に行きましょうか。えー、ちなみに私、あのー、 もうバレてと思いますけど、イタリア語はわかりません。<laughs> 失礼しました、えー。速度変化プラス強弱の変化です。えー、次第に遅くするものの中には、速度変化に伴い強弱も変化させるものがあります。次第に遅く、そして強くが、えー、ラルガンドとかアラルガンドです。次第に遅くしながら弱くが、カランド、えー、モレンド、スモルツァンド、えー、ペルデンドスです ペルデン同士かなペルデン同士です。はい。えー、次に行きましょう。えー、速度変化の終了です。えー、リットさっき出てきましたリタル弾道ですね。えー、の、比較的短い区間の速度変化を終了する場合に、下記の用語が使用されます。アテンポ、元の速さでとかですね。はい。で、えっ、ー、と、速度変化の復活です。曲の途中で、気質のテンポに戻る場合、下記の用語が使用されます。 えー、一回この速さになったって言って曲速さがも、なんか変わって、で、元に戻りますよみたいな時ですね。えー、テンポプリも、えー、始めの速さでとか、えー、テンポセコンド、えー、2番目の速さで、みたいな感じです。はい、その以降もあるみたいなんですけど、私はちょっと見たことないですね。えー、どの速度か分かりづらいため、えー、プリモ以外はあまり用いられません。とのことです。えー、いきましょうか。自由なテンポ、正確なテンポ。えー、自由な表、 自由な演奏表現を求める場合、次のような学号が使用されます。えっ、ー、と、アドリビトゥムで自由に。これ全部自由にですね。えと、アドリビトゥム1個目。で、えー、次がアピアチェーレですね。えー、その次がリベラメンテ。その次がテンポルバートですね。全部まあ自由にといった意味だそうです。えー、せめて1個にしておいてほしいなっていうのが、まあ、私の個人的な感想なんですけど、まあ、 そう簡単にいかないですね。こ <laughs> の中で、えー、テンポルバートには注意が必要です。早くする部分と遅くする部分を折り混ぜることで、演奏時間がインテンポと比べて大幅に変化しないようにすることが求められます。まあ、長寿量は合わせてくださいねといったところですね。で続いて、自由な速さから正確な速さに戻す場合には、次のような学語が、えー、用いられます、えー。1個目、テンポジュスト、正確な速さで、インテンポ、正確な速さで、 アバテュータ、えー。表紙通りの演奏に戻す。ですね、はいえー。アクセント記号について、えー、ピューの上にこのがついてましたね。ユーの上に、えー、ついている記号はアクセント記号といいます。イタリア語やフランス語など、えー、ヨーロッパの言語でしばしば用いられており、えー、母音の発音を変える働きをします。使わせると別の意味の言葉になる,のでなる場合があるので注意しましょう。はい、これまだセットで一単語だと思って覚えておいてください。 えー、次が、えー、強弱、ルナーミクに関する指示です。えー、強弱を表す基本的な、えー、記号と言葉一覧にされてますね。ここは、えー、皆さん、えー、お馴染みのものだと思います。えー、ピアノピアニッシモ、ピアニッシッシモ、えーピ,アえー、ピアニッシモより弱く。でピアニッシモピアノ、メゾピアノメゾフォルテ、フォルテ、フォルテッシモ、フォルテ,フォルテ、フォルテッシモ、もしくはフォルテティッシモと続きます。 まあ,あ、これは多分多くの方が知っているものかなというふうに思います。見たことあるものが多いですよね。はい。強弱の変化です。強弱を変化させる標語をまとめます。次第に強く、クレッシェンド。これも知ってる人の方が多いんじゃないかと思います。次第に枠はディクレッシェンド、もしくはデミヌエンドがありました。で、えー、次です。強弱記号と一緒に用いられる用語です。一つ目、スビとすぐにです。すびとピアノ、スビとフォルテ。 まあごめんなさい。読み方は逆になるんですね。ピアノスビドホルテスビドです。はい。えー、ポコアポコ、少しずつ、次第にの意味です。ポコアポコクレッシェンドと書いてあったら、えー、まぁ、あえー、少しずつ、次第にクレッシェンドをかけるというふうな意味合いになります。さあ、残りちょっとです。えー、アーティキュレーションに関する詞です。えー、アーティキュレーションとは音と音のつながり方や切り方でフレーズに表現、表情をつけることを言います。 えー、その C のため楽譜上には記号や用語が記されていますこれはちょっと学語とは離れてくると思うんですけれども、まあ、楽譜上に現れる表現記号ということで一緒に押さえておけばいいんじゃないかなと思います、えー、多分知ってるものが多いんじゃないかなというふうに思いますえー、と1個目は見ていきましょうか「スラ」です、えー、音と音を切れ目なく滑らかに演奏することを示します、えー、これを用語で示す場合は「レガート」などを用います 弦、えー、楽器の場合は一意味で、えー、そうすることを示します。同じ音がつながれている場合はタイの可能性があります。はい。あの、弦楽器ってこう弓を返すって動作があると思うんですね。えっ、ー、と、なんて言えばいいかな。アップとかダウンって言ってしまうとちょっと用語なので、まあ、進む方向と戻す方向かな。進む方向と戻す方向にこう弓を交互に動かしたいと思うんですけれども、それを、えー、一意味で片方向への進行で演奏するといった意味を表したりもします。 スタッカートです、えー。音を短く切って演奏することを示します。短くってどのぐらいかっていうと、基準が一応ありまして1、2分の1程度というふうにされています、えー。スタッカティッシモです。スタッカートより鋭く音を切って演奏しますよと。長さの基準は1 4分の1ですね。スタッカートのさらに1 2分の1短く演奏しますと。アクセントです。記号のされた音が、その前後の記号の付されてない音より強く奏されることを示しています。土曜の学校では えリンフォルツアンド、フォルツアート、スフォルツアート、スフォルツアンドなどがよく用いられます。最後一つ目がテーヌートですね。音を十分に保ってそうすることを示します。結果としてやや音と音の間が切れるノンレガートのように聞こえることがあります。はい。えー、記号が同時に複数 記される場合があります両方の記号の意味を合わせ持つと考えれば合いのですが中には特定の双方、えー、等を示す場合がありますこちらは、えー、4つあるのかなもあ4つですね見てみましょうか、えー、スラープラススタッカートです、えー、メゾスタッカート、えー、基準としては4分の差の長さで演奏しますよと、えー、さっきのスラーとスタッカート、えー、切れ目なくっていうのと短く切ってを 併用すると、まあ、4分の3の長さで演奏するんだなというふうに覚えておいてください。楽器によっては、ポルターと奏法を示す場合もあります。弦楽器の場合、同一方向の弓で、そうするスタッカートを示すことがありますよと。えー、次はスラス、スラープラステヌートですね。弦、えー、楽器の奏法、ルレを示すこともあります。スタッカートプラステヌートを使われることもあります。6番、こいつですね。スラースタッカートと同様に、メゾスタッカートを示します。 9個目、テヌートプラスアクセントです。音を保ちつつアクセントをつけます。結果として各音は強調されるとともにノンレガートに聞こえます。えー、そしてその他の記号10個目ですね、えー。フェルマータです。フェルマータは実はこの動画シリーズの以前で1回は出てきたことがあるはずです。これ出てきましたね。えー、楽譜の、えー、D, 音 D 音の上,に上の記号がフェルマータで使用される場所によって意味が変わります。 こう書かれると D と発音するべきか、D と発音するべきか、ちょっと迷いますね。はい、えー、音符の上にあった場合、その音を適度に伸ばします。音符と音符の間の場合は、えー、適度な長さの休止を意味します。えー、小節線の上の場合はフィーネを示します。えー、フィーネに関しては、えー、ごめんなさい、回数忘れちゃったな。第1回かな、第2回かな、まあ、その辺りで触れていると思うので、えー、よかったらそちらの動画も復習してみてください。 最後、アーティキュレーションに関わる用語です。用語もあるので見ておくことにしましょう。えー、ポルタートポルタート奏法ですね。一つ一つの音を柔らかく区切って演奏します。えー、ソステヌートは、音の長さを十分に保ってという意味です、えー。で、マルカートは、はっきりとですね。ベンマルカートというと、十分にはっきりとという意味になります。で、次が、マルテラート、えー、杭で打つようにですね。えー、そしてから、えー、ストラッシュナンド、音を引きずるようにです。 最最後後がトゥッッタラフォルででででですすすすすね全力でという意味にになりますでは最後です曲奏エクスプレッションに関する指示ですここからは、えー、こんなのもあるよといった紹介だけで終わります。学語は演奏している作品の中で知らない言葉が出てきた時に調べて徐々に知識を増やすのが普通ですし最もいい方法ですが曲奏を表す標語は非常に数が多い上自分のレパートリーの中でその多くに出会うとも限りません。 そのため普段見慣れない学語はなかなか覚えにくいものですが、このページをプリントアウトするなどして暗記するように心がけるのが効率よく覚えられる方法です。また書籍の学語一覧などに頼るのもいい方法です。このページでは既存の理論書などでよく用いられる訳語、実際よく、えー、耳にする訳語や音楽大学入試によく出題される学語を基本にし、またスクールのオンライン試験に出題されているものを掲載しています。 えー、イタリア語の辞書にあるニュアンスも考慮し、また似た意味合いの学語をグループにまとめました。数が多いのでざっとします。はい。えー、必要な方はね、各自ちょっと一時停止を使っていただいて、あ、こんなのがあるんだな、というふうに見ていただければと思います。パパっといきます。こうかな。はい、こんな感じです。はい。 えー、次のページも同じですね、えー。これまでの分類に入らないものですね。こちらも一覧があるので、こちらに移しときます。えー、必要に応じて一時停止をして、えー、細かいところを確認してみてください。はい。えー、これで以上となります。 えー、この動画自体も今回これで以上なのですが、えー、今回はこの動画シリーズ全13回中の最終回ということでしたので、えー、最後にほんの少しだけおしゃべりしたいと思います。えー、まずですね、この13回の動画、す、え、べ、ー、て、えー、見て勉強された皆様、お疲れ様です。えーまあ、YouTube ね、見れば楽しい動画がいくらでもあるというこの中でですね、このような、まあ、楽しい動画と比べると楽しくはない。 えー、お勉強の動画、えー、最後まで見てまあ、勉強をしっかりしたというのはね素晴らしいことだと思います本当にお疲れ様ですそしてまあ作った側の身としては見ていただけたことにすごく感謝しております、えー、本当にありがとうございますで、えー、今後なんですけれども、えー、と今回まあね1週目ということ1週目が終わったという方を想定に話をしますがまあ、1週目、えー、しっかり勉強していただけた皆様であればですね、えー、大切なことをもう一つ えー、ご理解いいいいただいていると思います、まあ、主に、えー、楽器ですとか、まあ、何かしら音楽を勉強されている方が多いと思いますので、まあ、そんな、ね、皆様に言うのはちょっと心苦しいところではあるんですけども、まあ、勉強もです、ね、楽器もですねなんせ繰り返しやるということが非常に重要かつ不可欠なことでございます、えー、一週ねこの動画のシリーズ全13回を見ていただいて全てを頭に入れているという天才はです、ねまあ、ほんの数パーセントの方だと思いますまあゼロといっても いいいいいんじゃないかなかという,ふうに思います、えー、ですので、えー、ぜひですね、まあ、今回1回見て、まあ、今回1回分はまあ理解に徹していただいたとして、えー、2回目以降、えー、頭に入れて、っていうところにまあ注目して、えー、2週目、3週目というふうにご覧いただければいいかなというふうに思います。でですね、えー、とちょっとおすすめなんですけれども、えー、1週目はね、まあ、画面の方を見ていただきながら、 学習していただいたと思うんですけれども、2週目以降はですね、あの画面見ずに音だけ聞くっていう方法でも、学習十分にできると思います。まあ、1回目でね、しっかり、えー、と視覚的な部分はもう一度見ていただいてますので、音だけ聞くっていう方法でも十分、えー、復習になると思いますので、ぜひ試してみてください。皆さん、多分ね、あのお忙しいと思いますので、まあ、通勤・通学の途中ですとか、まあ、あとは寝る前とかですね、そんな時きにまあ耳からだけでもまあ勉強できてると思いますので、ぜひ試してみてください。 それから、えっと、2回目以降であれば、えー、倍速再生も、えー、有効だと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。えー、YouTube だと、使用上2倍までかな ?2 倍まで早くできると思います。いきなり2倍にするとちょっと聞きにくいかなというふうに思うので、1.25とか1.5とか、まあ、刻んで倍速できると思いますので、倍速で耳からだけっていう感じで学習していただけると、まあ、隙間時間なんかを使って効率的に復習していただけるというふうに思いますので、えー、ぜひ試してみてください。 はい、えー、以上でございます、えー。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また、えー、どっかで別の動画でお会いしましょう。バイバイ。